あたりで中段あたりに。あとには十一番サンデュラン五高位の外目、その直後には二番のプリンセス。おいいね。さらにはいいね。六番のチェスが行きまして。ただこれさばけるかどうかだよ。うちを。うちをさばけるかどうか。この騎手がうちをさばけるか。松山ってやつが。頼むよ。前が壁になって追い込めないっていうね。俺は騎手の腕の差だからそれは。花に立ったのは16番スプリングゲイル、3馬身リードをつけて4コーナー、11番サンデュランゴ、そのうちには5番のプレシャスジュエル、2番手2頭並んで直線へ400を通過、その後ろからプリンセスヨーク、鈴鹿コーナー、プリンセスヨークいいよ、チェスです、いいよ。さあ先頭は16番のスプリングゲイル、4馬身リードを保っています。2番手に11番サンデュランゴ、それを追って6番のチェスとプリンセスヨークが、プリンセスヨーク、プリンセスヨーク、さあ粘る粘る16番スプリングゲイル、突き放して10馬身のリード、そして2番手には6番のチェスが上がってきた。3番手争いはプリンセスプリンセスヨーク突っ込んでくる。先頭16番スプリングゲイル、どう2番手は6番のチェス、3番手は最後外から7番タガノハウオリ、内が4番鈴鹿コーナー、もうダメだ、もうやめようぜ、もう当たんないって、これで接戦です。いや当たんない、王族の争いを尻目に突き抜け、当たんないよこれ、もう4000円負けだよ、もう圧勝です。スプリングゲイルじゃん、ジーバシンも差つけてこれ、スプリングゲイル。外から7番の高野ハウオリ。いや、チェスマジで来たね、これ。チェス行けばよかった。3ハロン37秒2でした。あー、チェス行くべきだったな、これ。突き放しました、16番スプリングゲイル 4.2 倍。2番人気でした。確定までお待ちください。もうやめようかな、もう。もうだな、これ。メインまで彼なくなるわ。もう4000円なくなったもん。外れまくって。いや、副賞なんか転がせないって、こんなの。チェスなんか信じないじゃん、単勝20倍でさ、前走8着、前々走8着ってなってたのに。信じられるわけないじゃん、そんなの。ああ、もうダメだ。何がエンパイアメーカー中京1200いいだよ。嘘つきばっかじゃん、ここにいるの。ねえ。ここにいるの嘘つきばっかなの？そうやって。本当にね、もう無理だよ、これもう。当たらないし。いや、俺ハイブリッド新聞入ってないから。無料版しか知らないから。もうダメだ。はあ、これも1200だね、これ。芝か、これ。ダートで1200、これ。ダート1200、阪神3レース、これね。うん、これ何くんの、これ。名勝カリナン、ヨドノベスト、奇跡、の星、待機ブリジャール。うん。あ、奇跡の星、1位なんだ。でも前半3ハロン3位はちょっと微妙じゃない？ 1 位のやつ買いたいよね、1200は。うん。結構1200は1位のやつが結構来るからね。サウスビグラスない？じゃあ、奇跡の星サウスビグラスなの？これ。いや、藤田奈々子なんか買うわけないだろう。何に乗んの？じゃあ、藤田奈々子。いや、藤田奈々子は奇跡の星だったら、買わないけどね。絶対。名勝カリナン？じゃあ、名勝カリナンの副賞行けばこれ、取り返せる？ 2000 円行けば。名勝カリナンの副賞。
大丈夫？なんかサッカー名称仮なん多いけど結構。来るって。本当に？名称仮なのちょっと客室見ていい？ちょっと。名称仮な。これ逃げだったら熱いね、これ。追い込みだったらいらんわ。1円もいらんわ、これ。名称仮な。いや、藤田七子は買うやつはバカでしょ。そんなの。藤田七子が買うやつはバカで。名称仮な。名称仮な藤田七子じゃん、これ。ダメだって。買えないって、これは。あ、でも逃げ馬だ。名称仮な。名称仮な、これ逃げ馬でサウスビグラスじゃん、これ。これ3着以内あるんじゃないの、これ。1着は無理だとしても。しかもこれ減量だ、機種だからね。53キロで乗れますね、この名称仮な。うん。名称仮な。いや、でもなんかプラス10キロってなってるけど、大丈夫なんこれ。成長これ。デブなんじゃないのこれ。いや、これダメじゃないこれ。構想してる時の体重が468とかなってるけど。大丈夫なんこれ。プラス10キロだよ。ナナコは勝ったことあるんじゃないの。本当にこれ。プラス10キロってこれ買いづらいなぁ。なんか。500キロだよ。490キロ台。だ全然絞れてないじゃん。これデブになってんじゃん。なんで10キロも太ってんのこれ。ねえ。なんで10キロも太ってんの？こう怪しいじゃん、絶対。いや、ここは、名称仮なんじゃなくて、ヨドのベストでいいんじゃないか、これは。あと、待機ブリジャール。こう、岩田が乗るし、待機ブリジャールでいいんじゃない、これ。どれちょ、これ、検するじゃん。あと5分しかないから。どれが来るかわかんないんだよね。名称仮な、来るかな、これ。だって、縮小 1.8 倍ってさ、あんま信頼されてないよね。人気馬でさ、1.8 から 2.7 ってさ、信頼されてない証じゃん、これ。三着以内入らない確率があるってことでしょこれ。人気なのに。千円？本当にじゃあ三着以内残るね。じゃあ、サウスビグラス。じゃあ、千円だけ買うわ。2000円はいかんわ。ちょっと怖いから。うん、千円だけいきます。じゃあ。初めて買うわ、藤田七子なんて。初めて買うんだけど、俺。うん、じゃあ、副賞1000円だけ買うわ。ほんと、来んのこれ、名称仮な。最後の直線なんか伸びない気がするんだけど。この馬。じゃあ買いました、これ。ちょ、やばい！ちょ、これ負けだ、もう5000円負けだわ。